それでは早速、イスラム諸国から見るその集団的自衛権という題で話をさせていただきます。皮肉なことに安倍政権が言っているようにですね、非戦闘地域と戦闘地域の区別なんかできないんです。で、問題はですよ、後方支援と今日言ってましたよね。後方支援というんですから、何らかの物資を運んでトラックでどこかを輸送するんですが、戦闘をやっている地域というのはこういうところなんです。そこへ日本の自衛隊だろうと何であろうと、そのトラックで突っ込んでいけばですね、同じく敵と判断されますので、これは攻撃の対象になります。一体そんなことをするつもりなのかということです。日本が今言っている同盟国というアメリカは、こういう中で自国民の屍をですね、山のように築いてきたんです。私の懸念はですね、日本政府もあるいは自民党の政治家も、あるいはおそらく自衛隊もそうですし、ジャーナリストもそうですけれども、イスラムとかムスリムについてはほとんど知識がない。で、世界中に現状で15億から16億の人たちがいます。ムスリムはですね、子供の殺害と女性の殺害で激怒するんです。先ほど最初に見ていただいた VTR で、亡くなっちゃった子供を抱きかかえてましたよね。ああいう映像をイスラム教徒の人が見た時の怒りっていうのは本当に止められないですよ。彼らはですね、イスラム原理主義のせいで暴力なんか起こすんじゃないんです。子供を殺されたことで起こすんです。一種の復讐になってしまいます。で、このオザル大統領は、トルコも EU 加盟交渉促進などを米国に対して働きかけ、湾岸戦争への参戦をアメリカに対してリップサービスのようにして繰り返し示唆しました。それに対して当時の軍のトップ、トゥルムタイという、参謀総長が抗議の辞任をいたします。それでオザル大統領は以後この話を二度と持ち出すことはありませんでした。だけどこれもですね、二重の意味で我々は注意をしなきゃならないんです。つまりこれ以上おもちゃにしたらクーデターを起こすぞという意味です。これはですから、シビリアンコントロールというものはきちんと担保しなければならない。だから今の日本での集団的自衛権の議論で全く誰も言わないのは、シビリアンコントロールのことをどうするかということについては全く触れていない。いや、当然だと思っているのかもしれませんけれども、生かされるのは自衛隊 の隊員なんで、彼らいつまでも黙っているとは思えないですよ。トルコは軍事作戦、アメリカによる軍事作戦としての普及の自由には参加を拒否します。しかし NATO のメンバーですので、 NATO を中心とするISAM 国際治安維持部隊には派兵をいたしました。ところがですね、独自の軍規に従ってパトロール中のサングラス着用は禁止。例えば家宅捜索、さっき最初の VTR にありましたよね、村人の家入っていってましたけれども、ああいう時にもアメリカ軍とかはドアを蹴り飛ばして入っていっちゃいます。だけどトルコ軍はまずそこのうちの人間を呼んで、これから探索に入ります。これイタリア軍、アイサフ軍にいるイタリア軍ですが、まあ、銃口は下に向けてますけれども、サングラスしてますよね。で、このサングラスって向こうの人にとっては非常にすごく嫌なものなんです。つまり相手どこ見てるか分かりませんでしょ。まあ、日本人だとそうですよね。非常に威圧的なものです。で、もう一つの写真、こちらトルコ軍なんですが、サングラスしてないんですよ。で、まあ、上にトルコの旗つけてますけれども、実はですね、ここにトルコ軍の赤い国旗ですけれども、そのマークのワッペンつけてるんですが、なんとですね、数年前に聞いたらアメリカ軍をはじめとしてですね、いろんな国の軍隊がそのワッペンくれと、トルコ軍は狙われないからワッペンだけくれと、もちろんトルコ軍は認めなかったそうですけれども、実はこれだけの多くの犠牲者を出してきたアイサフ軍の中で、トルコ軍は一人もタリバンには攻撃されていません。もし犠牲を出さないようにするというんだったら、それぐらいの配慮とか、そのある地域についての相当突っ込んだそのマナーも含めてですね、知識がないとできないんです。もちろん日本の自衛隊が暴力的なことをすると私は言ってるにありませんけれども、しかしこれを現場の判断でやれというんだったら無理です。じゃあ政府はこのことについて熟知してるから、こういうふうにやりなさいと示唆できるのかといったらできないはずです。じゃあどうするんですかというと、アメリカからもたらされる情報をもとにして動かそうとするはずです。しかしアメリカはこれだけガセネタをつかんだんです。信用できますかと。
1980年から88年までイランとイラクが戦争をしておりまして、その最中テヘラン、イランの首都ですが、テヘランに日本人が215人取り残されちゃうんです。私この集団的自衛権の議論が出た時にすぐ思い出したんですが、実は個別的自衛権の範囲であってもですよ、こういうふうにして取り残されちゃった日本人を助けたことは一度もないんです。日本政府はイスタンブールに駐在していた、これ伊藤忠の方なんですけれども、伊藤忠の所長さんがトルコの首相、まあ、さっき出てきたオサルさん大統領の前首相だったんですが、この首相に救援を要請します。そうしたらですね、首相がトルコ航空機を派遣したんですね。で日本人全員を救出いたします。で民間人が相手国の首相に頼んだら救援機が出ているんです。いわばその当時日本人でそのテヘランにいた人たちは日本政府に見捨てられたと思ってたんです。今回あの安倍総理妙な図を使ってましたね。あの家族でなんか米国の艦船で逃げてる分搬物ですよね。これ運んだのはトルコ航空機なんで日本の艦船じゃありませんからね。で軍事力を持ってその国家間の集団的自衛権を当然とする前に、軍事力を行使しない信頼関係を構築するということが絶対に必要です。でもう一つ、間違って誤射であろうと誤爆であろうとですね、子供を殺したら最後世界の16億のイスラム教徒は日本をアメリカと同じような国だと見